どうも、レスプレスラボの山下です。本日もよろしくお願いいたします。先にですね、1対1のラテアート教室、こちらですね、ご参加いただきまして誠にありがとうございます。本当に何と言いますか、なんかまた何でしょう、今度カフェをオープンする店で働かれる方みたいな、オープニングスタッフみたいな感じですね。で、なんかラテアートと何かコーヒーのやつを学んでほしいということをオーナーさんに言われたそうで、そこから6回ドーンってやるっていう感じですね。で、一応私の教室では6回を目安にハートリーフ、チューリップが手に入って、こう技術がね手に入って、まあどんどんできるかなと思いますので、ぜひ6回コース本当におすすめです。ぜひ本当に一度ご来場いただけたらなと思いますので、よろしくお願いいたします。それと、新商品が2つ入りました。まず1つはこちらのドリッパーですね。こちらのドリッパーです。これはワイヤー式のドリッパーでして、こういう感じですね。で、こういうウェーブのペーパーに対応したドリッパーになります。で、このペーパーについてな、このドリッパー失礼いたしましょう、このドリッパーについてなんですけど、このドリッパーはこう絞ることもできます。例えばすごく濃く入れたい時とか、あとは豆があまり良くなくて濃く短く取りたいっていう時とかはこの方がいいですね。逆にスペシャリティでさらっと取って、よりなんかこう鮮やかな感じで飲めるようなコーヒーを作りたいっていう時はこのように広げていただけたらなと思います。で、大体はここの横のラインが地面とまっすぐですね、こういう感じにまっすぐになって使っていただけたら良いかなと思います。で、ウェーブドリッパーですので結構ね、味がしっかり出やすくて美味しいかと思います。今までのワイヤーっていうのはだいたい V60 ベースが多かったんですよ。こういう感じですね、こういう感じで V60 ベースが多かったです。よいしょ、こんな感じですね。ですけど今回はウェーブドリッパーで、ウェーブドリッパーの特徴は底がまっすぐですので、本当に綺麗に入りやすいですので、ぜひともおすすめでございます。一度お試しいただけたらなと思います。で、次にもう一つなんですけど、バズーカ、ついにバズーカが入荷しました。バズーカです。よいしょ、こちらですね、この地面に置く縦長の分です。これをバズーカって言います。で、こちらの商品については、中国産のものになりまして、ブランドものって確か2万6000円ぐらいです。ほぼ3万近くするんですよ。で、どうしても結構高かったのでどうにかならないかということで、中国の方から製造をお願いして、販売をさせていただいております。私の場合ちょっとそこに地面傷防止のためについてますけど、本当はついてないですね。で、こんな感じです。結構上も大きくて棒も太くて本当に扱いやすいですね。あとはたくさん入りますので営業の方とかおすすめです。またやっぱりその箱の方でコンコンやっても何でしょう、その衝撃は逃げてしまうんですけど、これ一撃でドカーンと、で、下が地面ですので結構硬くしっかりと落とせるですので、忙しい方とかおすすめです。あとはやっぱおしゃれですよね、このバリスタアイテム。で、できるだけ価格を下げてお届けしたいなと思いますので、時々ショップの方を見ていただきたいなと思います。多分もう概要欄 URL 出てると思いますので、そちらから見ていただきたいなと思います。こちらのドリッパーとバズーカの方よろしくお願いいたします。はい、で、最近ですね、ちょっとラテアートの話がまあ多かったんですけど、すごいマニアックになってきてしまいまして、ちょっと新規の方からちょっとエスプレッソかもう一回やってっていう話でしたので、今回はエスプレッソの方から話をしていこうかなと思います。今回は主にエスプレッソですね。で、エスプレッソについてなんですけども、豆によってそのグラムとか違いますので、なんかそれを調整してもらったらよいかなと思います。大体 あくまでも目安なんですけど、 18g で、50cc 落とすのに25秒ぐらいかかればいいなって言われてます。あくまでもこれは豆によって全然変わってきますので、今回はまあそんな感じっていうので見ていただけたらなと思います。まあ、一応僕の豆でしたらその設定で、いけます。 18g で 25 ぐらいですね、抽出すればよいかなと思います。家庭用でしたら多分ね20秒ぐらい
16g で20秒ぐらいで落ちるようにしてもらうと結構美味しかったりと思います。今回一応業務用でやります。で、まあ、要はその味の作り方の話になりますので、家庭用でも考え方は一緒ですので聞いていただきたいなと思います。で、エスプレッソの基本的な考えとしてはまずバランスを整えるっていうことが大事です。すごい苦いみたいな、逆にすごい酸っぱいみたいな、でそれがそういう豆であったらいいんですけど、なんかすごい酸っぱいのここに残るとか、すごい苦いの喉にこれ喉で意外よ意外するいうんでしたら、それは間違いなんですよ。で、例えばそのすごく苦すぎてすごいここが意外がするなっていう時どうするかっていうと、苦味を酸味で叩くのがいいんですよね。そうです。だから反対のもんで潰していくっていうのがエスプレッソになります。反対のもんでいきます。ですね、すごい酸味が酸っぱくてうっと思ってここになんかズキズキ残るうわっていうのでしたら苦味を足してもらうっていう感じです。で、もう一つ雑味で多いのが、飲んだ瞬間すっごい酸っぱすっごい苦みたいな、そのバラバラ苦酸っぱみたいな逆もあるかと思いますけど、その場合っていうのは基本的に粉が足りないと思います。ですので粉を足していただいて調整をしていただけたらなと思います。あとはもうやっぱり粉が多すぎると基本的にはすごいザラザラした、ですよ、舌触りの悪いエスプレッソみたいな感じですねになりますので、その辺はうまいこと調整していただけたらなと思います。で、単品に関してなんですけど、あくまでもまあ微調整っていう感じで、その渋みの調整と思っていただいたらいいかなと思います。グワー押すと、何でしょう、茶葉を1日入れ続けたウーロン茶みたいなの濃いまずいのになりますし、逆に軽すぎますとスッと抜いてしまって水薄みたいになると思いますので、その辺は軽く調整していただきたいなと思います。一応まとめますと、粉量というのがコーヒーの濃度です。で、メッシュ引き目の調整っていうのが苦味と酸味のバランスです。で、タンパーが渋みの調整だと思っていただけたらよいかなと思います。あとはそのジュース温度ですね、温度が高すぎない沸点抽出にならないように、絶対に初めは空出しをして軽く出してから、抽出していただけたらなと思います。で、あとはその口の中で味の流れっていうのを見つけてもらうと、あの結構分かりやすいんじゃないかなと思います。例えばこう、何でしょう、苦味酸味の量とこうこう時間ですよね。で、基本的にはこう出てこう消えていくみたいなのがいいんですよ。まあそのちょっと残ったりするんですけど、例えばそれがすごい苦味がずーっと残って広がっていくっていうのは、多分これはね、苦味の雑味だってしまう。で、酸味がこういっても酸味の雑味ですよ。それを潰すっていう感じですね。ここが飲んだ瞬間、あ、口の中に入れた瞬間ですね。で、ここが口でこう溜めておいた瞬間、って考えた時の時間、ここを飲み込んだ後ですね。そういう風に3つに分けてどのように流れがあるかっていうのを見てもらったらいいかなと思います。で、その理想的には苦味も酸味もこう進んでってスーッと抜けていく感じがいいかなと思います。で、まあやっぱりコーヒー豆ですね、どちらかが若干は残りますけどね、その方が良いかなと思います。さて、まあエスプレッソ今よく入れてますけど、改めて入れていこうかなと思います。よいしょ、ほい、いきましょう。このままいきますね。で、今回はこちら普通のものを使っていきます。まあ、こういうものを使ってもいいんですけど、こういうボトムレスフィルターですね、まあなんて言いますか、まあ特殊なものになりますので、今回はこれでいこうかなと思います。で、エスプレッソはできるだけ 0.1g で測れるものを用意しておいてください。 5g 単位ではないです。 0.1g 単位が一番おすすめです。で、結構ね、そういう測りって高いんですよ、値段が結構高いですので、安いやつでしたらバスケットを取ってもらって、バスケットだけ測ってもらうとかしてもらえばかなり良いんじゃないかなと思います。で、本当はブラインドシェーカーとかそういうのを挟んでしっかりとやってもらった方がいいんですけど、今回に関してはちょっとブラインドシェーカーだけは飛ばしていこうかなと思います。で、エスプレッソの基本としては豆を挽く、で、レベリングする、で、ディストリビューターができたらしてほしいって感じですね。で、タンピングっていう感じです。
18g ですね。 18g です。でもしこの家庭用もそうなんですよ、このドーシングプレートある方このまま軽く振っていただいて、まあ入れていただけたらなと思います。これ本当ね便利ですよ、本当に便利です、おすすめです。結構やっぱりこう 18g 山になるんでね。で続いてこの端っこに穴が開いてるのをこれを埋めていきます。これをレベリングって言います。結構ねレベリングを軽視される方おられるんですけど、レベリングをしっかりしないとやっぱ厚抜けが発生しますので味が美味しくないですね。でレベリングした後に次ディストリビューターですね。この中、この表面今レベリングで整えたですので、次はこの中ですね、中を少し押し込んで羽で混ぜていってあげるっていう感じで、こういう感じで綺麗に押し込まれます。あとはタンピングです。でこういう低圧タンパーで思いっきりやってもらってもいいですし、何でしょう、自分の好みがあるのでしたらその好みにしてもらったらいいかなと思います。今日はちょっと分かりやすく低圧タンパーでいきます。でこれらの商品についてですけど、全部動画概要欄の方に載っておりますので、よろしければぜひ一度ご覧いただけたらなと思います。でエスプレッソを入れるにあたって便利なアイテム、このショットグラスっていうのになります。ちょっと見にくいですけど、この数字が書いてあるんですね。それで分かりやすく抽出できるという感じですね。でシングルボイラー、私の場合シングルボイラーなんですけど、その場合は絶対空抽出して温度を下げてから抽出するようにしてください。この沸騰している音がなくなってから抽出します。まあ、こんな感じで3層に分かれてますね。これがベストな状態です。だいたい何秒ぐらいですかね、20から25ぐらいしかちょっと測ってなかったですけど、こんな感じに分かれていたらいいですね。早速ではいただきます。うまっ、まあ、うまっ、本当に一回ベトナムのコーヒー豆を味わっていただきたいなと思います。本当に美味しいです、うん、それでもやっぱりこのベトナムの豆っていうのは少しだけ酸味があるように私は焙煎しておりますので、まあ好みでさっき言ったみたいに、飯を細かくして若干苦くしたりとか、そういう調整をしていただきたいなと思います。でせっかくなんでバズーラで粉を取っていこうかなと思います。カメラを動かします。こちらバズーラですね。ちょっと見えにくいと思うんですけど、ここにこれで一撃で取れると言いますね。やっぱりこの地面に行きます。こうテーブルでしたら歪んだり吸収したりしますけど、このバズーラは地面に生えてますので、しかもゴミ袋セットできますので、そのままポイでございます。こんな感じで、まあざっくりとした内容だったんですけど、まあ、こういったことも教室でやっております。実際飲んでみて苦味が多いですよね、酸味が多いですよねっていう調整からちゃんとしていって、まあ美味しいコーヒーがいる、でアートをかけるっていうのが私の教室の特徴でもあります。例えばそのアートだけ練習したとしても、その調整ができなければなんでしょう、なんか別になっていう、別にコーヒーでなくていいんじゃないっていう感じもありますので、やっぱりその調整もできて味が分かってっていう感じですね。もちろんこのマシンでもやりますし、家庭用でやることもできますので、よろしければぜひご参加いただけたらなと思います。本当に初心者の方ぜひともぜひとも一度来ていただけたらなと思います。やっぱりこの初めにギュッとやってしまって、そこからうわーできるわーっていう方が絶対いいですので、よろしければぜひお願いいたします。まあ、本日もご視聴いただきましてありがとうございました。まあ、いつも通り今回は結構ねグダグダだったと思いますけど、まあ要はそのエスプレッソの入れ方ということで、美味しいコーヒーを入れて美味しいラテを入れて、この秋冬春ですね、楽しんでいただきたいなと思います。チャンネル登録と高評価とお願いいたします。ありがとうございました。